安倍忠公は、江戸時代後期の大名、明治期の家族、道の区国棚倉藩の第二代の藩主、忠秋系安倍家十七代、棚倉藩知事、十二支灼。江戸屋敷にて、安倍忠式と女中の元王との間に誕生。幼名は、幸之助、木之助。父の世紀が、老齢になってから生まれた息子だったため、はじめは、父の後を継ぐことができず、分家から安倍正人が、 家徳継承、子、生成に受け継がれた。しかし、慶応4年の母親戦争で、生成が、旧幕府側に組みしてしまったために強制隠居となり、同年12月14日に4万国原宝の6万国で、家徳相続を許された。7歳で、道の区国棚倉藩最後の当主となった。明治2年6月の藩籍奉還で、藩知事となって、棚倉に戻り、藩公。 修道館に通学、明治4年7月14日に廃藩置県で面刊される。1873年から慶応義塾に学び、1884年7月8日、死者を助諾し、麻布一帯の王子主や第15銀行の大株主となった。1877年に三つ栗周平の英語塾、三叉学者に入塾するなど、学問中心の生活を送る。 1882年には、地学協会。1890年には、坪井正五郎の人類学会に入会。柴丸山古墳の発掘などに参加し、自邸に陳列館を作り収集した遺物を公開するなど、考古学研究に熱心だった。また、地学に興味を持った、梨本宮森正雄の学友に就任し、三宅に出資もした。 九百二十五年九月十一日に死去。去年六十六。旧佐戸荒藩主、島津忠明の三男を、婿養子に迎え、安倍正宏として、後を継がせた。墓所は、東京都台東区倉前の西福寺。法名は秋の林殿園誉れ、輝き堂忠志港。没後、昭和十一年に、孫の安倍正友によって、成功の収集品が、京都帝国大学。 学習院、東京文理科大学に寄贈された。ありがとうございます。